はい、こんにちは、マスケンです。イエイ今日は、マスケン BBS、ボリューム2を、やりたいと思います。前回の続きですね。今日はもう10月2日です。ね、栃木県内の釣りが19日までで、近隣の福島県とか、湯川、湯の湖ですねが先月9月いっぱいまででしたね。ですのであと残るフィールドは丸沼と、東小屋湖。東小屋湖はねいろいろ昨今の影響で大会とかがね全然なくなっちゃってちょっと残念ですね。まあしょうがないですけどね。はい、それではマスケン BBS ボリューム2です。はい、最初は、これです。7月21日火曜日の投稿です。黒川再び、逆毛様。スピニングタックルで早巻きトゥイッチングの練習をしていたら、ミノに大きな魚体が追ってきたと思ったら、27センチのヤマメが来ました。残念ながら尺ではありませんが、野生のヤマメの記録更新です。釣り人ってなぜか尺にこだわるんですよね。30センチ約。まあ27センチですからね、まあ。もう十分に尺でいいんじゃないでしょうかねあと3センチですからね結構幅広なヤマメで岩波みたくね水に立ってますけどね、なかなかいい魚体ですね。黒川です。はいはい、次が、7月24日、金曜日ですね。鬼怒川支流の、尺オーバーイワナ、猿なし様ですね。はい。マスケンさんこんばんは。本日、栗山の鬼怒川支流に行ってきました。普段は釣り師が何人もいる川なのに、4連休、諸日にもかかわらず一人もいませんでした。魚の反応もよく尺小屋も、2本出て、気持ちの良い釣りができました。ネットからイワナの尻尾がヒレピンの尻尾がはみ出してますね。いいサイズですね。鬼怒川支流、鬼怒川支流って言ってもいっぱいあるからな。こんなのがまだまだバンバンいていい釣りしてますね。はいはい、次は、レイクトラウト中禅寺湖ですね。これはレイクジキング、海のジキングじゃなくて、湖淡水でやる、ジキングですね。これの投稿は8月1日ですので、まあ普通なら、まあ、ほこっぱりからの釣りはもう大体ちょっと無理かなっていう、水温の関係で、魚が沈んでますので無理かなっていう、時期なんですけどもね、ボートでトローリングしても多分レッドコアライン10色以上出さないと釣れないようなシーズンです。そこで、魚がいるそうまでジグを沈めて、尺ってね、魚が増えた中禅寺湖では、ジギングで大物狙いをやる人が、微妙に増えてきました。慶明神様、この70センチ以上あんだろうな。その次の日8月1日、これ同じグループなんでしょうね。また別の方が、イーレクをね、大体中禅寺湖でボートでジギングをやるって夏場にですよ、ものすごく優雅だと思いませんか。普通は大体すごい寒かったり今でも雪が降りそうだったり、結構時期的にね厳しいような、釣りが多いんですよね。中禅寺湖の釣りっていうのは真夏の暑い時に、まあ中禅寺湖は涼しいですけどね、爽やかなところで大物が狙えるっていうね、下手するとメーターオーバーが狙えるような釣りができるっていうのがなんともいいですよね。羨ましい釣りですね。はいはい、愛名人様でしたね。はいはい、次は、鬼怒川本流の、本流ヤマメですね。ヤマメっ子様、マスケさんこんばんは。今シーズンの鬼怒川は、不調不良の連続でした。はい、やっと鬼怒川らしいうっすらと、色づいた、シャッカミヤマメを、キャッチしました。シーズン残りも、1ヶ月、ちょっとになりましたが、もう少し諦めないで投げたいと思います。ということですね。いや、本流ヤマメかっこいいですよね。幅広で。いやー、ファイトしそうですよね。なんでここに鬼怒川ヤマメ、本流ヤマメってこう太くなるんでしょうね。で、銀化して、桜マスじゃねえのになんで銀化して。これ種類が違うのかな。昔いたやつは、ね、結構38センチ、40センチぐらいのスーパーヤマメサイズになっても、パーマークがあったんですけどね。なんか最近、こう桜っぽい、ね、銀化したヤマメしかいないですね、大ヤマメっていうのは。ね、素晴らしいですね。はい。はい。次は、8月30日日曜日、南会津長江ですね。マスケさんこんにちは。昨日と車中泊で南会津に行ってきました。車止めから1時間歩いて入った径は、イワナパラダイスでした。イワナパラダイスか。いやいやいや、日光イワナが3匹ネットの上で手を振っているようにヒレを上げてますね。おなじみの猿なし様ですけども、8月30日っていうことはまだ県内、栃木県内は禁漁になってないですね。まあ禁漁前に、9月19が栃木県の、解禁期間ですので、それ以降になると急に、福島南会津あたり、栃木県から近いフィールドあたりは栃木県が終わると集中して混み合いますよね。なので8月30日とか、まあ、ちょっと前に行くと、まあ、比較的空いてて、楽しい釣りができるんでしょうね。はいはい、次は、ダイヤ川セプテンバー、9月ですか。平日に休みが取れたので、久々のダイヤ川長江。しかし前日の大雨で、全域で濁りがきつかったため、唯一できそうだった馬返しからの入形。若干水量が多めでしたが、魚の反応は、まずまずで綺麗なイワナとブラウンに遊んでもらいましたっていうやつですね。確かにあれだな、ダイヤ川の濁りの原因って一番多いのが、新京下の稲荷川合流から、下流なんですね。稲荷川の上流がすごく崩れやすくて、ちょっと雨降るとすぐに抹茶色になっちゃうんですね。なので、稲荷川合流から下、足銀の駐車場の裏あたりなんですけども、あの辺から下流側が濁ることが多いです。ですので、あそこから上流、合流から上流あたりですね、岩盤ヶ淵とか、総合会館裏とか、まあ今回の馬返しあたりもそうなんですけども、馬返しあたりが濁るっていうのは、まあ、相当な大雨が降らないと濁らないんですけども、馬返しの上に二股になってて、やっぱり支流がもう一本入ってるんですね、右側、いろは坂、なんつう川だっけ、まあ、あるんですよ、その、右側の支流が濁って、ダイヤが本流に合流して濁っているっていうのも結構あります。はい。はい、次は、岩名の釣り堀ですか的な投稿ですね。禁漁間近。猿無し様ですね。そういえば猿無し様の猿無しっていうのは、猿無しの木の猿無しなのかな、樹木。ね、まあいいか。マスケンさんこんにちは。昨日、栗山直、鬼怒川支流に行ってきました。土砂降り増水、笹濁りの中、警戒心に乗せれた岩名が次々にヒット、満足というよりびっくりな釣果になりました。9月13日日曜日ですね。2、4、6、7匹です。7匹ですよ。生きてるやつが。もう、ネットに入りきれない状態ですね。全部、リリースする人なので、これ全部カツですね。生きてますね。ね、でかい、なんか尺っぽいのを筆頭に、まあ、すごいですね。初めて見ましたね、こういうの。何があったんでしょうかっていう感じですよね。禁漁前じゃね、産卵前の大食い、もしくは、これからの台風シーズンに備えての、食い止め。そういえば台風前って、岩名って砂利を大量にね、胃袋に入れて、水底に固定、沈んでたりね、そういうことするやつもいるんですよね。そういうのは私釣ったことあるんですけどね。お腹がジャリジャリしてて、すごく重い感じの、これなら少しぐらいのお水じゃ流れねえぞ、みたいな状態の岩名ってするんですよね。すごいですよね。ね、これはしかしすげえな。7匹。生きてんのが7匹だからな。ね、鬼怒川支流。まあ、ちょっとびっくりだな。猿無しさんすげえな。ね、はい。はい、次。県内ラスト釣果。県内ラスト釣果か。マスケンさんこんにちは。昨日ダイヤ川上流部へ行ってきました。栃木県内最終日はダイヤ川らしい元気なブラウンで終わりにすることができましたと。ね、ということは9月19日。カツブラウンが2匹。でかいな、これ結構。網、ネットからはみ出しているな、2匹とも。ね、猿無しさん。最終日は、まあ大体ね、どこのポイントにも釣り人がいるぐらい混むんですよね。さすがに解禁日ほどじゃないですけども、やっぱりまあ、どこのポイントにも車入ってるし、やっぱり混み合いますよね、最終日っていうのはね。もう来年まで、来年の3月、あ、じゃね、日光は4月か、4月1日まで、釣りできませんからね。みんな最後の釣りを楽しむんですね。すげえな、これ。でっけえな。ね、ダイヤマープラン。はい。はい、月に、シーズンラスト長考ですね、9月22日、マスケンさんこんにちは。昨日少し早いですがシーズンラスト長考で南会津に行きました。関東のナンバーも多く入れるポイントも限られましたが、小中は特有の反転が、たくさんあるイワナが釣れました。今年はコロナ騒ぎであっという間に終わった感じでしたが、また来シーズンもよろしくお願いします。いいイワナですね。でげえな。うん、確かに斑点がちょっと独特で、なんかちょっと色が薄いのかな、なんか、南会津方面のやつは、日光さんのやつに比べるとね。で、車中泊とかすると、まあ、南会津ですと、例えば私がいる日光から行くと、だいたい2時間半ぐらい、3時間ぐらいか、ポイントにもよりますけども、3時間ぐらい、なんですね。ですから早朝に入ろうと思うともうやっぱり前日に出ていかないとダメですよね。中禅寺湖ぐらい近ければいいんですけども、ね、南会津あたりになっちゃうと、まあ、できれば前の日に行ってなるべくポイントの近くまで行って車の中で寝て、で朝ですね、明るくなると同時に釣りスタートができたらやっぱり理想ですよね。で、まあそうするとキャンピングカーとかあると便利ですね。以前ちょっと私持っていたんですけど、キャブコンっていう、ハイエーストラックをベースにしたやつですかね。よくあるやつですね。大人が4人ぐらい乗れて、もうほとんど家と同じような感じのやつなんですけども、ただちょっと大きすぎて、風の影響を受けたり、やっぱり細い道路でUターンするのがすごく大変だったり、やっぱり林道とかね、そういう細い道にはやっぱり向かないですよね。はい、今年のシーズンはとりあえず終わりましたね。BBS は終わってませんけど、とりあえず、トラウトのシーズンは、一部を残して、この辺ですと、丸沼とか、東小屋を残して、まあ、大体終了しましたね。あとは、寒釣りとかね、釣り堀系ですかね、まあ、冬の間、行くところはまだまだありますよね。はい、以上です。